スチーフスミスなしのたけるです。今日はね、ラインティーエンブルージュースチャンネル見ていただきありがとうございます。今日はね、通変性の陰性の変異の仕事、適色の特徴ね、芸能人といい方向に行くポイントについて見ていきます。変異はね、ユニークな発想、好奇心の星なんですよね。またね、この動画はね、長くなってしまったので前半後半に分けてお話します。まあどうぞお付き合いください。変異はね、研究知識、変異はね、企画、アイディア、発明、発見を研究したり、知的好奇心がね、旺盛で、ゼロからね、アイディアを生み出すことができます。で、ね、社会的な地位やね、財には関心がなくてね、経験しながら学ぶことを重視するんですよね。まあね、このようにね、知的好奇心が旺盛でね、誰にもない発想力を持ってたりするので、誰かとね、同じことをやる職業には向いてないんですよね。なので、専門性が高くてね、自分の発想力で世界を広げられるような職業であればね、おのずと、転職とあって自分の発想力は活かせるんですよね。まあ、そういった職業であれば安心して働くことができるでしょう。そんな変異の人がね、向いてるのは広い視野とね、柔軟でユニークな考え方が受容される専門性の高い仕事で、未知のね、領域を開拓していくのが好きなので、研究職なども向いてます。主にね、 IT 関連や宇宙学、発明家などね、自分の技術がどこまで通用するのかね、試しという意味でもね、より高みが見える職業であればあるほどね、やる気が出たりするんですよ。まあね、こういったところからね、好奇心の星のね、強さが出てますよね。自分にね、興味のある分野については飛びつくように好奇心を発揮します。で、驚くような、ね、スピードで知識をね、深めたり、腕を上達させていくので、人とは違ったね、感性を持っているんで、メジャーよりもね、マイナーなものを好みます。実際ね、僕のお客様でもね、実際に宇宙やなロケット関係のね、職についている方もいらっしゃいます。ちょっとびっくりしましたね、それは。まあ、ね、そういったことからね、前回お伝えしたキーワードの放浪のようにね、一人で海外へ出かけてしまうなんてこともね、しばしばあるかもしれません。専門的な知識とね、長年の労働によってね、身につける専門的な、技術がね、活かせる仕事が転職って仕事になります。まあね、現来ユニークでね、才能に恵まれている人が多いのはね、いろんなことに挑戦しようというチャレンジ精神があるからですね。実際ね、運を味方につける人はね、何事もね、人より挑戦する回数が多いと言われていますからね。まあ、ね、そしてね、たとえどんな状況からもね、その先に進めるようなアイデアがね、道を見つけ出せるんですよね。ですから変異の方にとってはね、絶体絶命からの起死回生したり、事前にね、逆転ホームランをね、決して珍しいことはないんですよね。ですので、陰にはね、次の陰字もそうなんですけどもね、自分が好きなことを深く掘り下げていく、超突筆すべきね、作用があるんですよね。興味がある分野によってはね、適職が異なりますけども、すべて共通するのはね、自由度が高くて好奇心があるということですね。女性はね、水商売や陶器でね、当てる、能力を持ってたりするんですよ。で、このようにこのチャンネルでは、今のあなたの本質、伸ばすべき調子と改善してきた人や、人間関係や価値観、仕事、恋愛、才能、健康、結婚の悩みなど、自分自身が、ね、どういった人物なのか、自分がどんな性質を持っているかね、そのあなたの悩みをね、いい方向に、裏にともに向かせていただく必要がね、このチャンネルでは知っておりますので、自分自身をもっと知りたいという方や、知って幸せになりたいという方はね、手助けになれるかもしれませんので、よかったらね、最後までご視聴いただけたらと思います。よろしくお願いします。で、現在ですね、通変性というね、あなたの人物像がどうなのか分かる保証を学んでいますので、出し方が分からない方はね、過去動画を参照か、概要欄にね、名式ツールのリンクを貼っていますので、参照いただけたらと思います。それで今はね、この部分、変異についてお伝えしています。また、通変性とはね、簡単に言うと、そのところもですね、基本的な内面の性質になります。ちょっとね、話は変わるんですけども、この変異ね、相関関係で言うとね、別名が、衣食住やね、とてもいい星とされる、食心をね、濃くするものなので、透食とも言われるんですよね。こちらはね、ややこしくなるので、また違う動画で説明いたします。まあね、変異の方はね、組織の中ではなく、スキルやね、才能を持って自由業的にね、生きる方が本人もね、楽で、ね、才能を発揮できるんですよね。前回も伝えましたがね、変異って、占い師の星でも言われてるんですね。私はね、残念ながら持っていませんので、羨ましく思います。もちろんね、持っていない素晴らしい占い師もね、いますのでね、まあまあ、そんなにね、気にしないでいい方だと思います。まあね、相性のいい職種としてね、まあ、こちらに書いてあるんですけども、この辺ですね。実際には見えますかね。実際ね、今までにない新しい感性をね、活かせる研究者、外交官、画家、貿易業、建築士、乗り物関係などね、さらに冒険家にも向いてるんですね。他フリーライターでしたり、芸術家、技術者など、特にね、収入の安定よりもね、知的好奇心を満足させることを優先することが大切なんですよね。またアパレル関係でしたり、デザイン関係、美容関係などにも、ね、向いています。またね、副業などをいくつか仕事を並行して、ね、行うなどね、人と違うことをして、財産を作る傾向もあるんですよね。他ね、料理人でしたり、水商売、アフィリエーターのね、ブロガーなどね、個性で人気を得る特殊な仕事も、縁があるんですね。でね、変異さんの仕事の特徴ですね。トレンドに敏感で、何事もね、広く浅くね、学ぶ傾向があるんですけども、頭の回転はね、めちゃくちゃ早いです。好奇心がね、旺盛で、トレンドに敏感。とにかくね、自分の発想を試しがあるんで、クリエイティブな人が多いです。
普通とね、思われることを嫌って、とにかくね、自分のアイデアを試しがあるので、孤立する人がね、多いのも特徴です。特殊技能やね、個性を生かして、財を生む、暗示があります。実際にね、クリエイティブな発想とか持ってないとね、ブログで成功することもそんなに難しいですし、デザイナーとかもね、かなり、ね、そういった類まれな技術を持って、なんか難しいような仕事ではありますよね。次はね、一人で仕事を行わせるで、向いているのはね、仲間と協力してね、一つのものをね、作り上げる仕事よりは、一人でね、完成させる仕事なんですよね。一つの仕事に長くつくということがね、あまり得意ではなくてね、若いうちは特にね、仕事を転々とすることが多い傾向があります。で、自由奔放なタイプで、日々ね、変化を求める自由奔放なタイプです。そのためね、デスクワークやルーチンワークには向いてないんですよね。毎日変化はない職場よりもね、自由業でしたり、自営業が向いてたりするんですよ。他にね、アウトソーシングでしたり、ライターやデザイナー、プログラマーといったね、仕事もね、向いているとは言えるかと思います。常に新しい情報でね、触れ合いのマスコミ業、IT 関係といったね、内行きのある情報も、ある世界も、適職でしょう。私的にはね、これからの時代ね、インターネットや IT がね、もっと発展すると思うので、人生の適職がね、流行ってくるのではないかと思います。で、次はね、常識にとらわれたくないで、変異はね、基本的に気分屋で、一つのことに、ね、縛られるのは苦手なため、自由業はね、適していると言えます。まあね、何度もね、自由と言ってるけど、まあ、変異はね、とにかくね、発想豊かで、個性的な性格が特徴です。形式や常識にね、縛られることを言ってますね。人の好き嫌いが激しいんで、また変化を好むため、組織の中では浮いて存在になりがちなんですね。なので、根っからの自由業、フリーランスの星なんですよね。でね、今日の適職のまとめ、トレンドに敏感、一人で仕事を交わせる、自由奔放なタイプ、常識にとらわれたくない、ね。縛られたくないですね。で、変異がうまく働く人はね、一つの才能だけではなくね、本業とは違った分野でもその才能を開花させて、その道のプロとして名前を残すことができます。マルチタレントと言われるような方はね、変異をうまく活かしている場合も多いんですよね。ね、今日はここまで。はい、次回はね、そんな変異さんの仕事の特徴の続きと、芸能人、いい方向に行くポイントについてお話しします。またね、感想などコメントください。全部見てます。ね、概要欄にね、Twitter、Instagram のリンクを貼ってますので、今後ね、配信情報など、都度更新していきますので、友達追加よろしくお願いします。ではね、今日ここまで見ていただきありがとうございました。ではまたお会いしましょう。バイバイ。